皆さんこんにちは、下川チャンネルです。ということで本日はなんと初のデュエマ対戦動画でございます。はい、ということでですね、まあ下川チャンネルは下と川の2人で運営しているチャンネルなんですけれども、はい、今回は下 vs 川ということでですね、デュエマで対戦していきたいと思います。そして今回使うのがこちら、超メガ盛りプレミアム7デッキということで、こちらがジョーカーズ、そしてこちらがメタリカのデッキとなっておりますね。で、まあこれの中身はですね、まあ某有名 YouTuber さんとかですね、まあいろんな大手の YouTuber さんが多分もう開封をされていると思うので、中身はそちらの方で確認していただければなと思います。ということで、まあ私シモがジョーカーズのデッキ、そして川さんがメタリカのデッキなんですけれども、はい、なんですけどやっぱりあの自分たちが使いやすいように改装デッキという風にしてましてですね、今回は自分たちの使いやすい、まあ、中身、まあ、私だったらケシカスとかですね、そういうの入れたりしてます。ちょっとオーディリア、DG、人の作りしものなど、はい、まあちゃんとね、この今話題の妨害も入っております。まあ、新規カードもちゃんと入っているんですけれども、まああの古めのカードとかも使いつつって感じでございます。はい、そしてですね、まあ今回こちらのこのプレイ用のマットを使いたかったんですけど、撮影の都合上とかも幅の都合上ですね、完全に入らないということなので、まあ今回いつものね、この黒い布を使ってプレイをしていきたいと思います。はい、ということでいざ尋常に勝負、準備をしていきましょう。はい、はい、ということで対戦していきたいと思います。ということで私のただいまの手札はこんな感じ、誰かはこんな感じです。では行きましょう。最初はグッじゃんけん、ほい、シモが勝ったのでいきます。マナチャージで、これがまあ新規カードのスマッポンですね。エンドです。引きます。川のターンです。ほい、ジャスティルミナリエをチャージ、エンド。では行きます。ドロー、ジバボン3兄弟、こちらをマナチャージします。そして1マナでメラメラジョーカーズ、これも新規カードですね。ジョーカーズを1枚自分の手札から捨ててもいいんだけど、その代わりにカードを2枚引けるということでバイナラドアを捨てます。でその代わりに2枚引きます。エンドです。川の2ターン目、引きます。エメスレムルミナリエをチャージ、これは新規カードですね。エンド。はい、じゃあ下のターンです。普段ですね、無色ジョーカーズばっかり使ってるのですね、難しいんですけれども、はい、2枚でやったレマン、エンドで。3ターン目、引きます。ザークロックをチャージで、3マナ、新規カード、お奇跡マクーロよ、効果は出た時山札の上から3枚見ます。いいで、メタリカか呪文を手札に加えるということで、一番対クリスタを手札に加えます。困ったな。で、残りは山札の一番下にで、エンドです。では行きます。シモの4ターン目ですね。まあ今回はね、デュエマの動画でシモが対戦動画やってますけど、普段はね、シモはね、カンコレの動画を担当しておりまして、なんでね、次回はカワがカンコレをプレイしている動画でもね、あげればいいんですけどカンコレの方はなかなかね、難しくてね。そうなんですよ、外なのでね、プレイできるのが。ということで2枚で洗脳洗脳ですね。それでやったれマンでシールドに攻撃、はい、エンドです。アンタップして4ターン目、ドローです。最近よくね、2人でデュエマやってますよね。クロックをチャージ、あの私は普段ロージャーを使ってるんですよ。あ、そう、 GP あれですね、ロージャーのデッキで優勝したらしいじゃないですか。すごいなと思って。こんだけです。では行きます。マナちゃん4マナでキャタピラ親方でございます。はい、ということでですね、新規カードです。はい、新規カードなんです。ということでスピードアタッカーですね。そしていずれかのプレイヤーがコストを支払わずにクリーチャーをバトルゾーンに出した時、そのクリーチャーを破壊するということです。はい、ということでキャタピラ親方でシールドブレイク、シールドトリガー、スーパーエターナルスパーク、はい、キャタピラ親方をシールドに。なるほど、これはデッキには入ってないオリジナルで追加したカードですね。すごいですね。ということで洗脳でシールド、シールドトリガールボは出した時自分のクリーチャーを1体タップしてもよいということでタップします。でやったりマンをタップします。ということでエンドです。はい、楽しい。危ない、引きます。じゃあジャスティルミナリエをチャージしてクリスタの効果で1マナ軽減、2マナマクーロ、
上から3枚見て呪文かメタリカを追加、一番対クリスタを追加します。うわ、でクリスタの効果で1マナ軽減クリスタで、クリスタの効果で2マナ軽減うわーオーリリアで、ルボアでヤッタレマンに攻撃。もうこれ次で決めないとエンドで、もう困ったな。1マナでジョジョジョで、上から4枚読みます。こちら消しカスを入れたいと思います。ということで洗脳で攻撃します。洗脳洗脳でルボアに攻撃。はい、エンドでございます。あぶねー、ドローチャージして5マナ PG 人の作りし物出した時互いのシールド1枚ずつブレイク、こことここで、はい、シールドトリガー緑地銀 ER 新規カードですけど効果は現状使えません。でマクーロでシールドに攻撃かマクーロでシールドかどうしよう。クリスタでシールドやめてくれた、来たシールドトリガーということで6000以下のクリーチャーを一体破壊。オーリリアバトルゾーンまたマナゾーンに自分のジョーカーが合計6体以上ありますので相手のパワー1万2000以下のクリーチャーを一体破壊することができます。 DG ではいクリスタでブレイク来ました。シールドトリガーということでパワー2000以下のクリーチャーを全て破壊してください。かあ全滅よかった、ギリギリでした。エンドでよし、あーでもシールドが残り1つなんでここで決めないと。5マナでキャタピラ親方を出します。でスピードアタッカーということなのでシールドブレイク、はい来ました。シールドトリガーザ・クロックマジかということでコストを支払わずにバトルゾーンに出した場合そのクリーチャーを破壊することができます。クロックは破壊します、はい、なんですけどクロックの効果で私のターンは強制終了です、はい、どうしようこれギリギリですね。4マナ石眼の裁きで洗脳をタップします。次のターンアンタップしません。はいエンドです。よしいけるかもしれないよ。ジョージョー勝つんだジョー。5マナで、消しカスを出します。ということでスマッポンで直接攻撃参りました。ありがとうございました。なんとかギリギリ1回勝てましたね。ということでシモのですねジョーカーズ最初の手札はこちら、キラメタリカの手札はこちらです。では行きましょう。最初はグじゃんけんほい先行でデュエルスタート。エメスレムルミナリオマナチャージエンド。では引きます。ドローバイナーラドアをチャージエンド。引きます。もう一回ルミナリエをマナチャージでエンド。引きます。ではこちら新規カードバーニングヒーターをマナチャージエンドです。もうねこれね練習で何回か対戦もしたりね取り直した方何度もしてるんですけど、はい、もうバーニングヒーター場に出たことないですもう違うんですよ。本当に重いんですよ。何のためにそのデッキを使ってるか本当に難しくってエンドドロー。本当にすいません。スマッポンをマナチャージして3マナで洗脳洗脳エンドです。もうそれとか入ってないカードですからね違うんですよ。もう本当に新しいカードも本当重いんですよコストが。2マナクリスタエンド。本当新しいカードばっかちょっとマナチャーするのやめたいんで、ね、スマッポンを入れます。もう本当にすいません本当にすいません。ということで洗脳洗脳でシールドをに攻撃するときにナッシングゼロいきたいと思います。賭けです。1うわ2うわーどうしよう3 日頃の行いもう本当に信じられない。私が悪いです。1枚でいいですか。ということで1枚だけブレイクでございます。エンド止まった。いきます。じゃあオーリリアをマナチャージしてクリスタの効果で1マナ軽減2マナで奇跡マクーロ新規カードヤマトの上から3枚見ます。で呪文またはメタリカを手札に加えてもよい。
じゃあ DG 人の作りし物を手札に加えます。で残りは山札の一番下に。でクリスタの効果で1マナ軽減、3マナオーリリア、これ入ってないカードですね。エンド。ではいきます。ではいきます。 JOE1 を使います。 JOE1 カメライフということなので、4000以下のクリーチャーを1体破壊なので、クリスタを破壊します。はい。洗脳洗脳でシールドをブレイク。はい。エンドでございます。そしてこれはですね、 JOE を使ったので一番下に置いて、その代わりに私はカード1枚引けることができます。はい、引きます。ジャスティルミナリアをマナチャージ6マナ。 DG 人の作りし物、各シールドをこことここをブレイク。シールドトリガースマッポンでございます。ということでパワー2000以下のクリーチャーを破壊、奇跡マクロを破壊してください。こちらも DG のおかげでメタリカがシールドトリガーになっております。ということでバーナインを召喚で、バーナイン効果でワンドローで、オーリリアで洗脳洗脳に攻撃破壊です。エンド。ではいきましょう。ジバモン3兄弟を入れます。そして1マナでジョ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 ーカーズ4枚入れます。3、4、こちらパーリナインを入れます。残りは全部1番下。4マナで JOE1 を使ってキャタピラ親方を出します。そしてこちらがスピードアタッカーとなっておりますので、オリリアに攻撃。そしてスマッポンでシールドに攻撃。 DG の効果でメタリカシールドというようになっております。はい。でバーナインが2枚みたいなので2ドロー。エンドです。1ドロー。6マナで DNA スパーク。はい。でそちらもすでにタップしておりますのでシールド1枚追加します。はい。DG 人の作りし物で、こちら JOE で出ていたので一番下に置いておきます。で私もカード1枚引きますね。すいません、本当にすいません。 DG 人の作りし物でスマッポに攻撃、こちらは破壊でございます。 DG をタップしたのでこちらとこちらをブレイク。はい、はい、シールドトリガースーパーエターナルスパークということでバーナインをシールドに置きます。なるほど。でバーナインで攻撃いきます。はい、エンドです。ふぅ、ドローパーリナイをチャージします。2マナでやったれので1マナ軽減されているので1マナでやったれので2マナ軽減されているので1マナでやったれを出します。そして3マナ軽減されているので2マナでカメライフを出します。ということで相手のパワー4000以下のクリーチャーを1体破壊なのでパーナインを破壊してください。エンドです。いきます。クロックをマナチャージ、4マナで石眼の裁き、はい、新規カードで、やったれマンをタップします。はい、これですね。でこちらを手札から唱えますのでシールドの上に置きます。はい。で4マナ石眼の裁き出ましたね。やったれマンをタップします。次のターン、はい、初めアンタップしません。はい。でこれは山札、山札じゃない、これはシールドの上に置きます。そうですね。で DG 人の作りし物でシールドに攻撃。はい。でタップした時シールドを各1枚ずつブレイクします。はい。でこちらは石眼の裁き、はあ、でやったれマンをタップします。はい。で石眼の裁きはシールドの上に置きます。はい。ターンエンドです。はあ、じゃあこれは3枚とも使えないってことですか。アンタップします。うおー怖いな。大丈夫かな。キャタピラ親方をチャージして4マナでメラビート・ザ・ジョニーですね。ということでですね、メラビート・ザ・ジョニーが召喚によってバトルゾーンに出たということで JOE 能力を持つジョーカーズを2体まで出せるので激震をこちら新規カードでございます。
そしてバーバパパを出します。バトルゾーンに自分のジョーカーズが5体以上あれば相手のクリーチャーを全て破壊ということなので全部あるので破壊してください。で続いて激震王、こちらスピードアタッカーとなっております。ということでバトルゾーンにある自分のジョーカーズ1体につき相手のシールドを1つブレイク、1つだけなので1つブレイクしてください。シールドトリガー、石眼のさばき、石眼のさばき、はい、ということでメラビートと激震王タップしてください。はいはい、ということでカメライフで直接攻撃エンドです。はい、ということでですね、はい、私としてはですね、まあ、メラビータとジョニーであの JOE のカードを2枚出せるということで、まあ、そこで激震王とバーニングヒーターを出せれば1枚ですけど、まあ、バーニングヒーターを見事にマナチャージとして使ってしまうというところではありましたね。まあ、最終的に激震王を使えたので、まあ、よかったかなとは思うんですけれども、母さんはどうでしたでしょうか。うん、まあ、妨害はねなるべく早めに出せればいいですけど、まあそうですね、まあでもね先ほどのね DG の時に使ったようにこの石眼のさばき、まあ、DG と組み合わせたらそのターン中にね何枚も石眼のさばきが出てくるようなことがありえますので、すごいですね。まあそれで一気にねロックできたりしますんでね、まあそういう使い方面白かったと思います。まあオブシディア DG もね使いたかったですけど、まあそこまで使えず、まあ、コスト8っていうのになかなか使えませんけど、まあ、切り札としては素晴らしいんではないでしょうか。まあ、このデッキだけじゃなくて普段もねデュエマやってまして2人でよくやってるんですけど、はい、その時にもね、そう、私シモがですねあのロージアダンテのデッキを使っておりまして、この間 GP で優勝したデッキですかね、それを一番得意として使っているので次はそれで勝負したいなと思います。まあそれ以外にも過去の動画でありましたオリパで当てた赤黒ドルマゲドンだったり、白緑メタリカだったり、まあ青タン VV8 だったり、他のねファンデッキというか、まあ、最近発売しましたゴールデンベストで収録しておりますドラグシュートチャージャーだったりボルバレッジ、エターナルボルバレッジを使ったドラゴンデッキなどねありますので、そちらもね使ったりして、そうですね、あ他にもねこのねヒージョーカーズではなくて、そう、無色ジョーカーズの方を基本的には使っているのでね、まあ、そちらも使ったりねして今後は動画も上げていければと思っております。はい、ということでですねまだちょっと不慣れな点も多いので皆さんぜひまたコメントなどでいろんなご意見をいただければ嬉しいなと思います。なるべく温かい目で厳しくなくお願いします、はい、ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。またね。